2014年の阪神タイガースは2014年の阪神タイガースの動向についてまとめる。2014年の阪神タイガースは和田豊監督の3年目のシーズンである。前年オフに和田監督の契約は3年目は球団に選択権があるオプション契約であったが続投となった。戦力面では FA 宣言した中日の中田健一。 日本ハムの鶴岡深夜の獲得を狙ったが、いずれも失敗し、久保安友が国内 FA で DNA に移籍した。ゴメス5のボルカンを獲得したことから、外国人枠が埋まり、スタンリッチがソフトバンクへと移籍した。また、久保安友の人的保障として鶴岡一世を獲得した。巨人との開幕カードは3戦目に西岡強が 福留孝介と激突し故障離脱するアクシデントがあったが、その西岡の代役として、上本博則が一番打者に定着し、開幕時の一番打者だった鳥谷隆を3番に入れたことにより4月終了時で19勝10敗と開幕ダッシュに成功する。しかし、交流戦に入ると徐々に失速し6月末には4位に後退するが、7月に入ると8連勝で勢いを、 取り戻し8月末には、首位巨人と広島を含む2.5ゲーム差にいたが、9月9日からの巨人との甲子園3連戦で15年ぶりの巨人戦甲子園3連敗を含む6連敗で、優勝争いから脱落。最終的に、6連敗時に3.5ゲーム差付けられていた広島を、差し切り2位で、レギュラーシーズン終了。CS では、ファーストステージにて、 広島相手に1勝1分で初めて突破する。そして、ファイナルステージでは、巨人有利との戦前の予想を覆し、4勝1敗、球団史上初の CS 制覇を果たし9年ぶり、日本シリーズ出場を決めた。日本シリーズでは、ソフトバンク相手に1勝4敗で敗れた。本節では、前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。なお、 対談の挙手は、スポーツ関連及び芸能関係の職業に転身した場合のみを記載し、空欄は前日以外の一般職業に転身したか、挙手不明を示す。色付けは規定等級回数以上の選手。ありがとうございます。